大池2。カラスマ池方面を東側から望む大池2は、京都市の主要な東西の通りの一つ。大池通木山地通りより西を望む京都市の中心に、位置する中京区の中央部を横断し、川端2、堀川通間は、京都市内で最も通りの幅が広く、京都市は川端2から堀川2までをシンボルロードとして整備した。 地下鉄の東西線が走っている。平安京の山城坊門工事にあたる、お池通の名は江戸時代初期に成立したとされる。東は川端通から、西は渦政の天神川通りまでの4 9トルで、あるが途中二条駅前で行き止まりとなり、一筋北に通りがずれている。上泉園の池の傍らを通るためこの名前に、 なったという説が現在広まっているが、江戸時代初期の1665年発行の地市、京すず目には、三条傍門通、この筋を東にては、八幡田町通りと運、西にては、お池通と運、この筋室町に、お池町あり、昔、鴨井殿とて御所あり、鴨の下池のやりける後なりとかやとあり、上泉園には結びつけていない。また、 江戸時代中期の1762年発行の京町明には、この通の号は、上泉園の前通りゆえ、各呼ぶ。またこの通り両替町人家の裏に、大池の旧跡なりとて今山に残り、地中に斜藤優とぞと、両論併記している。今も、唐島大池付近には、大池の町、竜地町、二条との町の地名が残る。池も含めて二条殿の地は、京鈴めが言う。 カモイ殿のこ地ではなく、その東隣の二条関白家の屋敷跡であり、織田信長の二条信五所のこ地でもある。この二条殿については、二条、吉本の思いままの日記に、池の中に、島々や五尺ばかりの滝があったと記すから、大池通の地名起源にふさわしい大規模な池があったことがわかる。滝があったことは、室町時代の落中落外図屏風にも描かれている。 室町通り、お池上がるには、二条でお池跡の石踏みが、立ち手内には小さな池も現存する。上泉園の池を、お池と呼んだことが確認できない一方で、二条殿の池を、小池と呼んだことが、老人雑話に確認でき、またこの屋敷を、小池殿と呼んだという説が見える。なお、江戸初期の京都の地図には、小池通と記すものがある。 祇園祭前祭山墓小池通り、巡行当端の区間である川端通から堀川通の間は、第二次世界大戦時に沿道にあった家屋を防火隊として強制疎開させた後なので、往復8車線の広い通りとなっている。以前は、側道が設けられており、本線と側道の分離帯には1953年以降に植樹され大きく成長した212本の、 欅の街路樹があり、優れた都市景観を形成していた。欅は地下鉄東西線建設工事を控えた1990から1991年に撤去され、梅工事公園へ移植された。当初はすべてを、大池通に戻す計画であったが、健全な欅のみが、大池通へ戻された。一連の工事によりかつてのお池通を特徴を付けていた、の分離は失われたが、 歩道の車道よりには、戻された欅に加え新たに欅223本が植えられた、道路照明灯、信号機、歩道、南北方向の交差道路の標中などのデザインが統一されており、また、交差道路の名の由来を表示するなど、京都のシンボルロードとして模範となる都市景観を形成している。市役所前には、 地下街や市営地下駐車場が整備されている。祇園祭りの山鉾巡行の経路の一部となっている。ほか、各種のイベントでは交通規制して、パレードなども行われる。地下鉄東西線の京都市役所前、唐津馬尾池、二条城前の三つの駅がある。道幅が狭くなりに車線である。迂回路としてすぐ北側に並行する。 押し工事2が4車線の広い通りになっており、地下鉄東西線もこの区間では北にそれて、押し工事2の地下を通っている。JR 二条駅前で行き止まりとなっているが一本北の交差点、千本押し工事交差点の西側が再び、大池2となっている。地図で見ると掛け違いになっているのがわかる。元は二条駅によって、東側と分断されていた狭い通りで、 千本通りと午前通の間は、採行一方通行で、軽四輪や小型の普通車しか通れなかった。山陰本線高架化と、二条駅再開発に伴い、拡幅工事が進んで四車線になり、駅によって分断されていた通りも東へ伸びて、押し工事通と千本を押し工事交差点にて、接続された。そのため、 千本通りと七本松通りの間では、遮光している。拡幅工事と並行して、地下では地下鉄東西線の延伸工事がなされ、二千八年一月十六日に、渦正天神川駅まで開業した。途中、西、王子通との交差地点に、西王子お池駅も設置された。同時に、地上部分の舗装も進み、お池通も、かつての生誕である天神川通りを越えて、 渦政天神川駅前ターミナル、さらに西の三条通りへと交差する形となった。三条通りと、大池通は、旧市街地内では、並行して走る東西の道路であるが、三条通りが、西、王子通以西で、やや北西に傾くため交差することとなる。大池通と三条通りの交差点名は、交差点の命名に関する慣習に従い、三条、大池と名付けられた。 京都市立京都堀川音楽高等学校、京都市中京区京都市立芸術大学ギャラリー、京都市中京区自衛隊京都地方協力本部、京都市中京区本能寺、京都市中京区二千五年度平日二十四時間、交通量京都市内の通りの名称は、通となっていて、利を送らない。例外として、道路標識では、通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは、 極めて珍しい。京都市内の通り表記参照。おいけつうシンボルロード HTML。PDF 京都市建設局同書。東に高き松山あり。山のふもとより、湧いずる。水の流れ。松の響きをそへていと涼し。流れの末の池の姿。入江島島のたたずまい。いっと面白く。西の流れの末に山を隔て五尺ばかりの滝落ちたり。加藤茂雄。 京都検定を検定する3、お池通の名の由来初秋平成17年度道路交通センサスより、ありがとうございます。